吉田さん、世の中、増税、値上げ、社会保険料も値上げ、いろんな形で私たちの可処分所得は削られていっております。まあ、つまり、自由になるお金がね、少なくなってるんですよ。でも、生命を維持するために必要なものは、これはお金を出して買いますよね。電気、あ、電気代ね、今回私5万5千円くらい来たんですよ。さすがに5万超えるとね、ちょっと、わぁ、 ダメージ来るなーって感じですよね。ま、ああの、ガソリン代も5万6万は来るんですけども、それはなんかスススス,スと払うんですけどね、不思議ですよね <laughs>。で、電気代でしょ水道代、ガス代。で、通信費。こういったものって、生命を維持するのに絶対必要だと思うから払うじゃないですか。でももう一つね、情報も生命を維持するためにものすごく必要だと思うんですよ。だから、 命と同じぐらい大切な、電気や水道と同じぐらい大切な情報をお届けすると、それは私は売れるんじゃないかなと思うんですよ。で、今ね、情報の価値って高まっていて、どうやったら電気代を15%安くできるかっていう情報とかも売れますし、どうやったらガス代を安くできるかっていう情報も売れますし、なんか携帯代を安くするための方法も売れるんですよね。もっと言ったら私の場合は、 スマホで収益を得てるんですよ。いや、普通に使ってるだけですよ。でも私が代理店を、スマホの代理店をね、ソフトバンクやドコモとか、au の代理店をすることができる、その権利があったんで、そこに参加して au とかドコモとか、ソフトバンクの契約をしたい方に、私の回線をお勧めしてるんですよ。料金は安いです。もちろんね、格安チームみたいな数百円ってことにはなりませんけども、私の場合はいくらだったか忘れちゃいましたね。 3,000か4,000ぐらいなんですよで日本人の平均的なスマートフォンの月額課金っていうのは1万円前後なんですよねですんで大抵の人は私の話に乗ってくるんですよで私が紹介してスマートフォンを契約した方っていうのは今ね2,000人ぐらいになってるんですよで2,000人の方が安くなるスマホの契約をしてその一部がコミッションとして私のところに毎月毎月入ってくるんで儲かってるんですよね これがビジネスなのかなって言われればちょっと微妙なんですけども、皆さんの携帯電話を安くすることに加担して、で、私も恩恵を受けてるみたいなね。だから安くした上に私に払うコミッションまで出てるってことなんで、今までどんだけね、携帯電話会社がぼったくってきたのかなっていう。まあ、菅総理が当時、総理時代に、携帯料金を4割ぐらい安くするって言った時に、まさに携帯電話に注目が集まって、そのタイミングでやりましたんで、あ結構良かったなと思いますよね。 多分、携帯電話の契約をやめない限り、これずーっと私、このキャッシュポイントってのは、育ち続けるんで、やったなってことこですよね。だからやっぱりね、これは、自分の生命を維持するのに大切だと思ったら、人は買うんですよね。うん、だから、しょうもないものを売りつけることをやめれば、いいものだけが流通するのかなと思いますけどね。はい、ということで。まあ。 お金は払うということですよ何かにお金を払うということですよい